はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。産経新聞、これは今日ですね、昼前11時54分に出た記事でございまして、米中国船衝突は危険、南シナ海フィリピンを支持というタイトルの記事が出てまして、今中国と、ね、フィリピンね、えらいことですよ。米国務省のミラー報道官は22日、南シナ海で同日、中国船がフィリピン船に衝突した問題を受け、中国海警局による危険で不法な行為にあったフィリピンを支持するとの声明を発表した。ラトナー国防次官補、インド太平洋安全保障担当は、米非同盟に対する米国の責務は揺るぎないと X、旧ツイッターに投稿し、中国を牽制した。アメリカとフィリピンの間にはですね、米非総合防衛条約みたいなのがあるんですね。でまあこれすごい大雑把な条約なんですけども、まあお互いを守ろうねという条約で、まあ主にアメリカがフィリピンを守ってやるよっていう、まあそういう状態に近いですね。で昔ですね、フィリピンはアメリカの植民地であったんですね。だからフィリピンで英語を閉じるんですけど、スピッツとクラークというですね、空軍基地と海軍基地があったんですね。でそのこれがですね、20年ぐらい前ですかね、もうちょっと前かな、フィリピンっていうのは日本ほど豊かな国ではないんでですね、アメリカが使用料を払って使っていたんですね。日本はですね、アメリカ軍の駐留経費は日本が払ってるんですね。思いやり予算とかわけわからない予算付けて、まあだから私はですね、あれ傭兵やと思ってるんですけど、まあフィリピンの場合はアメリカが使用料を払って使っていたところですね、どの政権の時か忘れましたけど契約更改だったわけですよ。まあこれ不動産ですからね。でその時フィリピンは過大な要求をしたんですよ。もっと払えみたいな。そしたらアメリカはですね、いやいらん、払わへんわと、そんな払わへんわ、いえんと言うて、なんで交渉決裂でですね、スピッツとクラークですね、クラークは空軍基地かな、スピッツは海軍基地ですけども、両方とも引き上げてしまったんですよ。つまりフィリピン国内にはアメリカ軍がいなくなったんですよ。その1年後にですね、フィリピンがですね、管轄しているですね、実効支配している南沙諸島の島を一つ中国に軍事的に奪われてしまったんですよ。ほんでまだ残ってる島にですね、フィリピンは実効支配してるんで、そこにですね、人を置いてですね、補給船を出してるんですね。その補給船を中国が邪魔しに来るんですよ。お前この島俺のもんやって、こっち来んなとかってやってるわけですね。かなりいやらしい邪魔の仕方をしてます。でまあ簡単に言えばですね、多勢に無勢でですね中国にフィリピンがいじめられてるという構図なんですね。でこの前は当選簿をしてですね、そのフィリピンの船2隻がですね、中国船に行方を遮られて衝突したというふうなニュースが昨日おとといあたり伝えられていました。それに関するのがこれで、アメリカは支持を表明しますと、フィリピンに支持を表明しますというふうに言うてるということですね。フィリピン政府によると、南シナ海のアユウンギン省、英語名セカンドトーマス省の同国軍拠点に向かっていた補給船が中国海警局の艦船に衝突された。補給船に同行した巡視船も中国の海上民兵の船に衝突された。声明でミラー氏は同省がフィリピンの排他的経済水域内にあると指摘、中国の挑発行為がフィリピンの船員の安全を脅かし、地域の安定も損なっていると非難した共同ということですね。もうはっきり言いまして、フィリピンと中国はですね、一触即発ということになっています。ところがですね、フィリピンというのは弱い国なんですよ。フィリピン日常的にですね、軍事圧迫を受けているのは中国だけなんですね。で近隣に、仮想敵国ってないんですね。海に囲まれてるんですね。まあだからのんびりした連中なんですよ、あいつら。で唯一ですね、南シナ海の南沙諸島にいくつかの島をですね、こう実効支配していたんですけども、そのうちの一つを取られて、一つをもう一つを取られそうになっていると。
それで国際司法裁判所にですね訴えたらですね全面勝訴したんですね。ところがですねドゥテルテってアホな大統領が出てきまして、こいつが親中派やったわけですね。でその判決があるのにですね、その中国にすり寄っていったわけですね。で大統領任期5年間終わって、今違う大統領になってるんですけども、マルコスという大統領になってるんですけども、こいつはですねまあまあ対中対決姿勢なわけですね。でこいつになった途端にですね中国の意地悪が激しくなったわけです。これねもっとねエスカレートします。で中国にはですね、艦船数で影響は世界最大の海軍があるんですね。アメリカを超えています。でフィリピンにはですね海軍があるかというとですね、形ばっかりの海軍しかないです。日本のですね中高船を巡視船の中高ですねどう使ったらとか言って、そういう海軍しかないし、多分造船力はほぼないはずなんですよ。しかもですね、さらに言えばですね、フィリピン空軍っていうのは1個飛行中隊しかなかったところです。20機です。まあ、それで十分なんですよ、本来。で、陸軍もありますけども、まあ、どうでしょうね。使えるのは2000人ぐらいでしょうかね。要は、国を守るということについて、切迫感がないんですね、フィリピンという。だから徴兵制も取っていませんしね、だからミリタリーオタクみたいなのが軍隊に入ってるみたいな、そういうイメージです私は。で中国が本格的にやってきたら多分対抗できません。だからですねアメリカ軍にいてもらったらよかったんですよ、用心棒代わりに。自分で追い出してるわけですよ。だからまあある程度自業自得ですね。で行ってもらったらよかったやんと思うんですけど、やっぱしね、デニー・タマキみたいなやつがいるわけですよ、フィリピンにも。あんないらん、出ていけとかって言うてるわけです。そのせいでですね、領土を取られたわけですね。で、今また圧迫されてるわけでして。これ変な話ね、一番ね、中国から遠いところなんですよ。フィリピンが管轄してる島っていうのは。だからここでですね、ドンパッチ始めたらいいのと思うんですね。ダメ元で。で中国はまさかですね、フィリピン本土を攻撃する核ミサイルを撃ったりはしませんから、そんなことしたらもう大貧縮でしょう。だから海上のその島を巡るドンパッチで終わるはずなんですね。で、そこへですね、アメリカが助けに行ったり、と言ってですね、変な話ですね、やってきている中国の船ね、全部沈めてしまえばいいんですよ。容赦なく、それがね一番ねいいと思います。例えば5隻来てるっていうのは5隻全部沈めたらいいんですよ。で沈めた代わり全部救助するんですよ、あの海に浮かんでる人たちは。全員漏れなく救助をしてですね、でさあどうやと、まだやる気あるとかって聞いてみたらいいわけですよ。そこで大改正になってもアメリカは負けないはずなんですね。でそうやってしまえばね、台湾有事を防げる可能性があります。というのはアメリカ海軍怖いやんというふうなですねことでビビるわけですね。そうするとですね、とってもやないけど台湾なんか行ってアメリカ海軍できたら僕らみんなやられるやんというふうに思ってしまえばですね、しばらくねアジアは平和やんと私は思いますけどね。そうなれば台湾有事避けられるんでですね、僕らはホッとできるんですね。なんかやれやれって言われて、フィリピンね、構いませんからやってしまえばいいんですよ。パンパンと。で、もちろん局地的に負けてですね、フィリピンの輸送船が1隻2隻沈められる、あるいは巡視船が沈められることがあるかもわかりませんけども、準備してやればですね、そんなに人的被害が大きくはならないと思うんですね。でその後でアメリカ海軍登場なんですね。でダダダンとですね、その辺りをその辺りうようしてる中国の上で全部沈めてしまうというぐらいのことをやればですね、中国のメンツは丸つぶれです。でもアメリカと本気で勝負するほど中国はですね強くはないんで、そこでまあおとなしくなるというようなシナリオ、
これいいですね。これをやるとですね、台湾有事は当面、心配がなくなります。そうなってほしいなという感じですね。はい、ということでこの産経新聞のですね、この今読みましたページのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。